はい、いつもお世話になっております。アンツベチャンネルです。で、今回はですね、この新しい石膏の巣ですね、今もうこれ完成している時に撮ってますけれども、今回は第2回ということで、第1回がちょうどこの石膏の型をですね、取り外すところまでできたんですけれども、第2回はまたこれをですね、このケースの中にはめ込んで、それでしっかりと装飾とかですね、この塗装とかをしていって、完成させるところまでちょっとやっていこうと思いますので、早速見ていきましょう。
はい、ということで一応巣が完成しました。はい、黒くね塗装したのでめっちゃ引き締まっていい感じになったんじゃないかなと思います。一応前面はねこんな感じで、全体的にお部屋を作って、ディスプレイ性高めてるんですけれども、巣の形状もね前回ご紹介した動画でもご説明しましたが、それぞれのねお部屋が独立しているような構造の巣にしてまして、なんかオリジナリティがあって自然な感じですごくいいのかなと思います。はい、で一応前面はこんな感じで作ったんですけれども、側面もですね全部黒く塗装を施して、裏面は1箇所ねここだけ窓を作って塗装してない部分があります。でここ何に使うかっていうと、ここ給水の穴なんですね。給水の穴を1箇所2箇所合計2つ作ってまして、ここから水を注入することができます。でここにこの裏側にですねちょっと反射して見えづらいんですけれども、この裏側に空間がありまして、水をね簡単に注入することができるようになってます。はい、結構注入するときに水が溢れちゃったりする場合が多いんですけれども、石膏の巣だとそれがね起きないようにたっぷりと中に空間を作ってあげてます。はい、そんな感じで一応作ってみまして、あとはね一箇所だけここに接続のね穴を作りましたので、ここから餌場につなげていく、また別の巣につなげていくっていう感じになります。で一応ねほぼほぼめちゃくちゃいい感じなんですけれども、2点ほどねちょっと失敗した点があって、まず1つがねここのね継ぎ目ですね。ケース2つ使ってるんですけれども、そこのところなんていうか接着剤で一応つけたんですが、ちょっと若干歪んでまして、隙間が本当に1ミリちょっと隙間ができちゃってます。はい、これどうすることもできなかったんですけれども、同じようにね裏側もなっちゃってますので、よく見たら見栄えが悪いかなと思います。ちょっとねなんかうまくできなかったのかなと思いますが、であともう一つがこっちの部分ですね、こことあとはここですね。ここ何かっていうと石膏を継ぎ足しで角のところを入れてるんですけれども、そこのね継ぎ足しの部分がどうしても継ぎ目として線ができちゃってるんですが、でここはね本当はこの黒い塗装で隠そうと思ったんですが、ちょっとねこっちの右側と左側と長さを合わせるためにねちょっとやってたら、こっちに合わせると右側の方がどうしてもこの線を塞ぎきれないっていうことがちょっと発覚してしまいまして、一応もうこんな感じでも仕上げちゃったんですけれども、もうほんと完全に見えちゃってますもんね、この継ぎ目のところが。ちょっとそこがね誤算でした。もっとうまく作ればよかったなと思います。はい、それ以外はねほんと機能的には全く問題ないとは思いますので、実際に飼育してみてどうかっていうところをちょっとまた見ていこうと思いますが、はい。であとはねこっちにもともとこれを作る前の試作として1個作ってたんですけれども、これともね本当に相性が良くって、サイズがねほとんど幅はね違いますけれども、奥行きとかはほとんど同じになってますので、一緒に置いてもいいですし、重ねてもね最悪いいんじゃないかなと思います。こんな感じでいくつでも作ることができますので、試作品とはいえねこっちも十分出来栄えいいですよね。裏側の構造がちょっとだけ違うんですけれども、それ以外はほぼ一緒です。はい、こんな感じで作りました。で一応この制作時間なんですけれども、だいたいね1週間くらいあれば多分できますね。1週間あればできるし、実際の作業時間はもっと短いと思います。はい、実際には本当に石膏を乾燥させたりっていう時間がすごい含まれてますので、本当に作業時間は1日もかからない、半日ちょっとくらいなのかもしれないですね。そんなに難しくはありません。自分の場合はね乾燥に1ヶ月ちょっとかけてしまったので、トータルでほぼ2ヶ月かかってしまってるんですけれども、そんなかかることはないと思いますので、こういったケースをね実際に作ってみたいっていう場合は、ぜひこの動画をね参考にしていただいて作っていただきたいなと思います。はい、そんな難しくないですからね。
ということで一応今日はこれで以上になりますけれども、またね次回ね、この黒山アリを実際にこれこの中に引っ越しさせるっていうのがありますので、これをちょっとやってみようと思いますので、まあ、それがねちょっと動画撮れましたらまた公開しようと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、ということでじゃあ今回はこれで以上ですね。はい、ありがとうございました。